本来年1月2日のリアル野球版のメンツがしょぼい。トンネルズのスポーツ王は俺だ。鈴木誠也が3年ぶり参戦、伝説のウグイス嬢は最後のアナウンス。松本剛、鈴木誠也、近藤健介、甲斐拓也のみ、村上すらいない。セリーグおらんやん。これだけ。松本は提供側やろ。アホチンどうした？阪神皆無なのも気になるしな。 WBC やって侍メンツが近藤と甲斐だけなのもな。原口おるで。ガチで見る価値なくて草。サブローは、甲斐が場違いすぎる。レッドはいつ帰ってこれるんや。牧とヌートバー入れないと今年は、ラビットのイントロクイズには出てこういうのには出ない岡本の謎。前世紀なら大谷とヌートバー呼んでたわ。大谷出ないんか、見る価値なしやな。ヌートバーは出るやろって思ってた。侍からキャスティングできなかったん。野球版じゃなくて祖父版じゃねえかよ。虎からもう一人か岡本、ラオウ、牧、村上のどれかは入れて欲しかったが療養はスケジュール NG 食らったのか。まあオファー出して断られた結果消去法で集まりましたっていうメンツだな。石橋は巨人の選手使わなくね。岡本どころか坂本だって出たことあったっけ。日本一になったのに毎回出てる原口しか出ない不人気ぶり。最近はこんなもんじゃね。今回の近藤とか甲斐の代わりに村上とか山川とか山田あたりがいただけでしょ。提供枠でもなんでもない甲斐が出てるのが意味不すぎる。阪神とオリックスの選手は全員断ったんか。牧はフルで休みなかったんだから休ませてあげろ。撮影してた時期はアジアの大会中か直前だったと思う。確か11月に撮影してるから。森下、村上ら5人はしゃべくりがあるし、正月特番のウルトラもあるし、阪神勢はここ1ヶ月もいろいろ出てたからこれ以上はもういいぞ。祖父弁多いから山川緊急参戦ある。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。